すぐさよならだね、夕日とか青春の終わりに例えちゃったりなんかして、君にもう会えなくなるのかな、君にもう会うのやめなくちゃよりも、君と最後まで駆け抜けて幸せだったなーって日々にしたい。こんなに無茶して会いに来てくれる人、これからの人生いないと思うから。推しは押せる時に押せなんていうアイドル信用しちゃダメダメ。人はいつか必ず全員死ぬから、そんなん当たり前だし、いろんな都合や言えない事情すっ飛ばして会いに来る人のため、いろんな都合や言えない事情乗り越えてステージで待ち合わせ、こんなロマンチックな待ち合わせ、やっぱ他に知らないから、また音楽で会いましょう、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 音楽で会いましょう。スタンダン今すぐやめちゃえば、楽だけど感謝でちょっとだけ踏ん張ってありがとうを届けよう。スタンダンこそスタンダップより準備してかっこよくしてたい、思いつきバカじゃない人生はベースができたり、他に時間使いたい人いたり、体力もう限界だったり、メンバー運営死ぬほど揉めたり、だけど一個これをやり抜けなかった、人生が何かになるなんてやっぱ思えないから、今じゃない、みんなに祝福されてやめたい。生まれた時に病院で親と医者が祝ってくれて、死ぬ時どんくらいの人が私のやってきたこととかを美しかったねって言ってくれるか考えちゃうので、終わりよければ全てよしなんかじゃないけれど、何か一つやりきってみたい。今すぐやめちゃえば。